カーター記念球場は、広島県三好市コーヌ町にある野球場である。名は、第39代アメリカ合衆国大統領、ジミー・カーターにちなむ。1992年3月31日に、落成。コーヌ町とカーターの間には1980年代から交流が生じており、球場には、カーター記念球場と命名された。 1994年7月3日には、球場の隣接地に、ジミー・カーター・シベックセンターが落成し、記念行事に、カーターが、ロザリン夫人と共に来待ちした。なお、球場の施設自体には、球場名が明記されていないが、アクセス道路の案内には日本語と英語で表記されている。コーヌ町とカーターの交流は、コーヌ町小アッパにある正し願い寺の盆栓が縁となっている。 この紋章は1820年に鋳造されたもので、あるが、第二次世界大戦中の1942年、金属類回収令によって、砲弾材料として、呉海軍交渉に供出された。しかし、兵器製造のためにいつぶされず、終戦を迎えることになった。経緯は不明であるが、あるイギリス人男性がこの紋章を入手した。盆栽を相続した子息は、 アメリカ合衆国に移住したが、1985年にこの盆栽を手放すこととなり、ジョージア州アトランタの日本人会が購入。アトランタにカーター大統領図書館とカーターセンターが建設されるのを祝い、1985年7月24日の日本庭園の寄稿式に合わせてカーターに寄贈された。盆栽に刻まれていた文字から、 この盆章がもともと正し願い寺のものであることが判明、日本ジョージア教会の関係者が、昭願寺の住職や団家代表らと面談して、意向を聴取したところ、正し願い寺側も、両国親善の一助として、カーターセンターでの保存を同意した。1989年、この盆章は、カーターセンターの玄関に、平和のシンボル、広島の鐘として展示されることとなった。 コーヌ町長がカーターに書簡を送り来日時の来待ちを希望、1990年10月21日にはカーターがコーヌ町に来訪した。この際、カーターは昭願寺の2代目の盆章をつき、またメッセージを記した記念碑の除幕を行っている。以後、コーヌ町とカーター及びジョージア州の市民との交流が行われることとなった。1995年には、 カーターの出身地であるサムター軍の軍庁所在地アメリカス市とコーヌ町が姉妹都市協定を結んだ。2001年には日本では栽培されていなかったランナー市の落花生の種が送られ、カーターピーナッツという名で特産品としている。2004年に市町村合併によってコーヌ町は廃止され新たな三次市が発足するが、姉妹都市協定は三次市に引き継がれた。 ありがとうございます。